こういうとこがね、川の嫌なところっていうか、今幅40の縦77センチで切り出したいんですけど、ここにね、この裏見るとわかるんですけど、まあすごくシワが寄ってた場所なんでしょうね。生きてた時にこういう風にね、シワが表にやっぱり出ちゃうんですよ。で、ね、77取れないじゃないですか、かぶっちゃってるから。で、40で取ろうとすると、ね、ここは取れるけど縦寸が取れないから、ってことはもうここ使えないんですよ。他のものにはまあ使えるけど、こういうのがね、革のまあ材料費が高くなっちゃう一つの理由ですね。多めに取らないとね、取りきれない、パターンが取りきれない可能性があるんで、うん、まあでもこの革すごくうまくなめされて、綺麗に生成されてて、小傷もほとんどなくて、すごくいいやつですね。前もポルシェのシートの時に何かで言ったかもしれないんですけど、ポルシェってこのセンターのパンチングのピッチが独特で、穴自体はちっちゃいんですけど、ここの幅が広いんですよね、ピッチが。 BM とかメルセデスに比べると穴がちっちゃくて広いっていう結構特殊なピッチ で、今回お客さんが革を持ち込んでいただいてパンチングもやったんですけど、こんな感じで開いてきちゃってね、全然違うじゃないですか。で、うちはこのパンチングができる業者さんと付き合いがあるんで、今回は、持ち込みの革にね、このパンチングを開け直した革を別で作ってもらって、この体が当たる部分だけを本革で貼り直すという作業なんですけど、ちょっと特殊ですよね。パイピングは生かすんで、まあ中のパターンをうまく取んないと、カチッとまたね、この同じ状態にはまらないんで、で、材料の量もね、分量も限られてるんで、ちょっとね、だいぶ神経質にパターンは取んないとダメかなと思ってます。
斉藤道さんとか出てきたの？なんか聞いたことがある。はい、こんにちは。今日はこんな感じでジュリアーリの TT シートですね。イタリア製の TT シート、まあ、本家のベイツに比べると結構安くて、まだ現行で新品買えるのかな。これね、モールがついてたりするのが結構おしゃれですよね、ベイツと違って。このシートは、取り付け加工するのにバラしたはいいんだけど、かぶせ直せなくなっちゃってね。で、貼り直してくださいっていう、まあ、単にかぶせ直して、ちょっとこう裏張り貼って綺麗に見えるようにっていう仕事だったんですけど、で動画で見てもらったと思うんですけど、中にねビニール入れてたと思うんですよ。まあ、こういうシートの防水処理として一応中に入れてるんですけど、あれはねもともと入ってたやつで、バイクのシートってやっぱり防水処理を完璧にするっていうのはなかなか難しくて、特に僕ら作ってるみたいなのカスタムシートとかでね、こう表にステッチが出てるタイプとか、ああいうのはもうね、完璧に防水するのは無理です。で昔のやつってこう肩押しがねされてたりとかしますけど、あれだったらまあステッチが出てるやつに比べれば水は入りにくいけど、あれもやっぱり 100% じゃないです。こういうね縫製の間から水入ったりもするし、結露が発生するんですよ、中で。どうやら走ってきてエンジンあったかいじゃないですか。で例えば冷たいガレージに入れちゃったりして、その外気とバイクが持ってる熱の差でオートバイのシートの中でね水分が発生するっていうことがどうもあるみたいで、でもそういうのも防止はできないので、じゃあどうやって、ね、防水するか、まあ中で結露発生しちゃうのはちょっと置いといて、こう雨に打たれるとかでどうやってそれをね防水するかなんですけど、まあ、結論言うと、まあ雨には当てない、もうこれ一番。うちのお客さんは結構気にされる方はビニールシートを常備してる人とかいます。普通にやっぱりでもねそういうのなくて雨降るっていう場合あるんですよ。でそういう時はまあ、雨降りそうな前日とか乗って出る前にね防水スプレー吹いてください。もうスキーとかスノーボードとかのウェアにねこうシューって吹く、撥水スプレー、あれがもう一番効きます。あれをまあまめに吹いて、外に出ると、うん、中でね予防するんじゃなくてシートの外から予防するのが一番効くんですよ。撥水スプレーをうちではおすすめしてますね。一応シートの中に防水加工みたいなことはしますけど、もうそれに頼ってると水入っちゃうんで、撥水スプレーねぜひ試してください。あと、こうダウンジャケットの中の羽毛が出ないようにこうするシール剤みたいなやつってあるんですよ。アウトドアショップとか行くとあると思うんですけど、あれでも同じです。あれをこういうステッチのね縫い目のところにこう入れてあげると外からの水が入りにくくなるんで、それと防水スプレーすればまあ大体の雨だったら大丈夫なんじゃないかなと思いますね。こうね中にもうドアでに水入ってるシートとかよく来るんですよ、うちでも。で雨に濡れただけじゃこんなになんないだろうっていうシート結構あります。もう芯の方まで水入っちゃってて全然出てこないやつ、あれは多分中で水が発生しちゃってるんだと思うんで、ちょっと試してみてください。では